普通学校の文脈から考えたら、私の当社予測は90人が河合塾、10人がベルリッツです。でも違います。今40人がベルリッツと言います。この子たちは入試でこういった外部検定試験が使われるということも意識しています。あと元特務でですね、将来留学するから、で受験のことは自分でやれる、英会話はやっぱりできない、で学校でもちょっとやりにくい、じゃあ自分で英会話の塾に行くか、行かないですよね、高校生が。高いです。でもそれを毎週土曜日2時間、1時間半だ。で、年額7万円ぐらいだったらやっぱりこれ安いと、だろうということで、公立高校ですけど、今土曜講座、こういうことやったりしていますよ。ですから、これから学校も塾も、そのスピーキングっていうことを学校の成果の中ですごく極めるのか、成果じゃない放課後みたいなところで何か手だけを立てるのか、何かそういう外のものを使ってやるのか、何かそういうことを考える時代なんじゃないかな。もしかすると英会話スクールが持っていた市場をもう少し低年齢化していく、その時には英会話スクールが低年齢化するよりも受験のことも分かっているような人がスピーキングのことも指導できるようになるといいのかな。ですから、先ほど西大和でご紹介したスカイプ講座なんかは、いやもう激安のスカイプとか巷にいっぱいあるんですよ。ただもういわゆる日本の高校で習ってる英語とかっていうことは関係なしに、ただ外人と喋れますみたいなものが出回ってるんで、ですからスカイプ繋いだら女子高生になんかああいうスモークとかって言うみたいなダメでしょみたいな、そういうことがなんかまかり通っちゃうとかって言ってました。なんかもうぐちゃぐちゃ、ただ英会話できるだけだ。だからちゃんとスカイプやるって言っても、その学習指導要領とか日本で今どれぐらいのことを習っているのかとか踏まえてやってくれるスカイプサービスとかあるといいですねっていう話です。まあこれが一つ。じゃあ二つ目、やっぱり直近の大学入試に使われますので、ここについては情報を整理しとかなきゃいけません。でですね、大抵高等学科中学校で外部検定試験どれ受けるかとか、そのための対策どうするかっていう時は英語の先生が仕切ることです。ただこれもう進路保証の話になってきたんで、これは進路の先生が仕切んなきゃダメですね。で、今までは英語の先生が英語の授業中に、はい、今度英検あるから受けたい子手を挙げてごらん。で、ここで手を挙げるのがもともといいんです。ここで手を挙げない子に受けさせないといけないですね。受験機会の喪失になりますから。だから進路部みたいなところが束ねて、ある程度模擬試験やるときみたいに学校の生徒全員に強制的に受けさせるみたいな、そういうフレームでやった方がいいんじゃないかなということになります。それがまあこれですね。英語科の仕事っていうふうに分けちゃうと、ちょっとその辺の進路保障がしにくくなるじゃないですか。特に生徒は自分の第一志望校が外部検定試験使うかどうか見てるんですけど、センター試験終わってみてやっぱりここ受けれないよと、出願変更だってなった先がどうかまで調べる、そういう予測力はないですよね、残念ながら。で、半分ぐらいの子は出願変更するんですから、その時その出願変更した先が外部検定試験優遇しますって出て、で自分英語力がある、でも検定今まで受けてこなかった、あの時手挙げてやって手挙げなかった、これが受験機会の喪失ってやつですね。だからやっぱり受けさせてあげなきゃいけない、生徒のやり気があるとかないとかじゃない、受けさせておく、スコアを取らせておくでしょうね、これから。そうしておくと進路保障がますますしやすくなる。で、それが基盤となれば学校の英語の授業、塾での英語の講座のスタイルも、もしかするとそういう検定対策みたいな方に少しシフトしていって、より使える英語みたいなところに近づくんじゃないかなというふうに思いますというお話でございました。一応時間になりましたので、ここまでにしたいと思います。本日はご清聴ありがとうございました。